みそうだにゃ、お兄ちゃん。そんな寝ぼすけなお兄ちゃんには今日の朝ごはんはアリスの手作りだりゃっぱ。冷めないうちに早く来てにゃろ。うん、わかった。あ、いただきます。今日の朝食はアリスの卵で作ったオムライスとアリスのミルク。妹の産みたて卵と搾りたてミルク、おいしいです。平行世界のゲートから脱ぎたてパンツを取り出し、俺の口元を拭くアリス。なんじゃこりゃ。おお、いきなりどうした。ゆうた、ゆうた、ねえ、契約、ゆうた、契約を。やっぱりか。すでにこの部屋の重力は我が一家に。緊急事態発生。ゆお前はいい加減にしろ。またしても飲みすぎた。もうちょい寝ようよ。え、は、え、いやいや、ありえないだろう。酔って起きたら隣で半裸の人が寝てるなんて。というか、この人は一体。おお、お前らは初対面か。おお。で、その人がなんで寝てるんですか。布団があったからじゃないか。その布団、先に俺が寝ていたんですが。普通裸の男がいる部屋で服脱いで寝るか。そういうこった。こいつを女扱いしているとバカを見るぞ。じゃあ私のベッドを使っていいから。やるな。なんだこの状況は。ミクなのか。やばい、とにかく起きたら面倒だ。どうした、イツキ。え、用がないならもういいかな。もう結構です。よし。ふにょ。なんだこれ。どうしたのですか。もう私の胸で遊ばないのですか。いいぞ、脱いでほしいのですか。神とのエッチ。おい、目をつむってください、マスター。待て、違うぞ、これはだな。何やってるのよ、変態隙間。何をしてたの。そのアングルは、その見える。おん、やっと消し積みに決定。あ、なんでまた寝るのだ。起きろ起きろお兄ちゃん。俺はとりあえずあと10分寝ていないと妹をくすぐり地獄の刑に処してしまうウイルス。
怖くない怖くない、俺小鳥友達。こんにちはおじいさん。正義は？おいやトコちゃん、正義なら道場でへたばっとるよ。トコ、マーデン進行決定しちゃったわね。もう何も考えたくない、無理。ちゃんとしないとダメでしょう。じゃあ、語尾にニャンをつけてくれるなら考える。はいはいはい、わかった、ニャン。それでその後は？マーデン側が対処する前に金鉱山を奪い取る。そうね、にゃん。ウェイン起きて、朝よ。もしかして私の？おっぱい大きい。起きなさいってば。え？姫、うん、いいから理由を言え。私初めてだった。そういう話してね。じゃあギュッとして。おい、まずい。大丈夫エータ。丸崎さん、このドア破っちゃいましょうか。そうだね、悪いのはエータってことで。あー気持ちいいわね。大丈夫。え、トガシ君のエッチ。エッチ。ああ、やめて。ああ、やっと戻ってきたか。お前のせいか。おでこどうしたんだよ。おでこ、ああ、な、猫。キメラ飼うつもりか。スカイマとして刺激させる。お前の姉さん猫アレルギーなのか。そこで我が同胞であるダークフレームマスターに協力を。断る。